現在、アメリカ海兵隊原子力空母3隻と、強襲揚陸艦2隻が、朝鮮半島近くへ集結している。当然、空母打撃群による編成となり、最新鋭のステルス戦闘機も、F-35B と F-35C までも艦載されている。今回は、このアメリカ海兵隊の意図を詳しく見ていきますね。でも、F-35C ステルス戦闘機の着艦事故との情報もキャッチしていますが、これは、明日また詳しく見ていきますね。今日は、空母と強襲揚陸艦を見ていきましょう。北朝鮮もミサイル発射ばかり。韓国メディアの中央日報が、2022年1月24日のネット配信記事で、アメリカ空母3隻が北東アジアに集まっていることが確認され、他に軽空母とも言われる強襲揚陸艦2隻が、朝鮮半島、原文では、韓半島からさほど遠くないところにいるとして、ミサイル発射を繰り返す北朝鮮への警告の可能性があると報じている。それによると、アメリカの軍人専門メディアであるアメリカ海軍研究所 USNI が2022年1月18日現在で西部太平洋地域に展開しているアメリカ海軍の部隊は空母打撃群 CSG が3個、空母カール・ビンソン、エイブラハム・リンカーン、ロナルド・レーガン、遠征打撃群 ESG が1個、両用即応軍 ARG が1個であるとのニュースを発信したという。ちなみに、空母打撃群とは、文字通り、航空母艦を中心とする戦闘隊員で、空母1隻と、それに艦載される航空団のほか、対空デロガ級ミサイル巡洋艦、CG が1隻以上、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦が2隻以上、攻撃型原子力潜水艦、SSN が1隻ないし2隻、補給艦、TAOE、1隻とされているが、空母打撃群の任務に応じて、編成は柔軟に増減される。なお、空母打撃群 CSG を構成する艦については、固定ではなく、艦ごとの整備スケジュールなどのサイクルが異なるなどのために、臨機応変に変更され、航空団においても、その組み合わせは、固定されたものではなく、故障などのトラブルが発生するなどして、別の空母に乗り換えることが、頻繁にある。また、両用即応軍 ARG は海兵隊の海外遠征部隊 MEU とその部隊を運ぶ海軍の揚陸艦による水陸両用船隊ハイブロンとで編成され、海外編成部隊 MEU は歩兵1個大隊と砲兵中隊、軽装甲偵察中隊による地上部隊 GCE、 それを輸送支援するための航空戦闘部隊 ACE と後方支援部隊 LCE による2300名規模の部隊で、水陸両用船隊、ハイブロンの艦艇は、強襲揚陸艦、LHA あるいは LHD、ドック型輸送揚陸艦、LPD、ドック型揚陸艦、LSD が各1隻ずつである。この両用即応軍、ARG のみでは、海兵隊が、上陸作戦を展開する際の海上からの火力支援や、敵艦が出現した際の対水上打撃能力が不足しているため、以前は空母打撃群の援護を想定していたのであるが、近年は空母打撃群の任務出動が増えたため、強襲揚陸艦 LHA に F-35 ライトニング2の垂直短距離着陸型ストブルである F-35B を搭載して航空戦力を持たせ、水上戦闘艦3隻の水上戦闘群 SAG に攻撃型原子力潜水艦1隻を加えて編成されたものが遠征打撃群 ESG である。海上自衛隊の発表によると、2022年1月17日から22日にかけて、空母カール・ビンソンとエイブラハム・リンカーンそれぞれの空母打撃群と海上自衛隊護衛艦ヒューガが沖縄南方のフィリピン海上で共同訓練を行っていて、アメリカ海軍も自由で開かれたインド太平洋地域を守るために、海上自衛隊護衛艦との共同訓練を実施したと発表した。空母2隻以外に参加した
アメリカ海軍艦艇は、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦、レイクシャンプレーン、モービルベイ、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦、チャフィー、グリッドレイ、スプルーアンス、強襲揚陸艦、アメリカ、エセックス、ドック型揚陸艦、パールハーバーとされている。この訓練が終了した翌日23日には、台湾の防空識別圏、ADIZ に、中国軍機の編隊が侵入。戦、16戦闘機24機、戦10戦闘機10機、Y9 輸送機2機、Y8 戦勝回機2機、核爆弾を、搭載可能な H6 爆撃機1機で、今年になって、最大規模の39機が侵入したと、台湾国防部が発表。タイミング的には、共同訓練に反発した動きか、訓練情報の収集が目的ではないかと見られているのであるが、中国からは、特に、このことについてのコメントは発信されていない。カール・ビンソンと、エイブラハム・リンカーンは、訓練後それぞれの空母打撃群を率いて、23日に、南シナ海に展開し、対潜、対空、対水上艦訓練などを実施していて、アメリカ海軍では、同盟国へ安心を与え、有害となる影響に対抗し排除するための決意を示すとしている。また、強襲揚陸艦、エセックスは、2012年までは佐世保基地所属であったが、今回はサンディエゴからの参加である。さらに、アメリカ軍ユコスカ基地で、整備を続けている空母、ロナルド・レーガンは、いつでも出航可能な状態と伝えられており、状況によっては、東アジアにおいて、アメリカ海軍の空母が、3隻展開されることになり、2017年11月に、北朝鮮が、核実験や弾道ミサイルの発射実験を繰り返した時以来となるが、この時には、ニミッツ、セオドア・ルーズベルトが、アメリカ本土から来訪し、ロナルド・レーガンと共に、日本海で軍事演習を展開していて、韓国海軍艦艇も参加していた。朝鮮日報の記事では、現在の状況を受けて、アメリカ空母が3隻出動して、2017年に続いて、北朝鮮に警告を発していると解釈していているようであるが、今回は、演習を展開している海域が、フィリピン海、および南シナ海であることや、韓国海軍には、及びがかかっていないことなどから考えれば、明らかに中国への警告であり、北朝鮮は、そのついでと見られている。間もなく、北京での冬季オリンピック開催を控えている中国の軍事活動については、ここ最近静かではあるものの、オリンピック後の暴発が懸念されている。ロシアによって、ウクライナ情勢の緊張が高まっている中で、西と東で、ロシアと中国が同時に暴発した場合、アメリカがどこまで対応できるのかとの不安がある。そして、万一、中国の動きに合わせて、北朝鮮も暴発するようなことがあれば、もはや、日本を戦争に巻き込むな、などと叫んでいる場合ではなくなり、否が、追うでも、日本に戦火が降りかかってくるのは間違いなく、降りかかる火の粉を払わなければならない。アメリカは、すでに、ウクライナと台湾、それぞれの有事に対応すべく動き始めていて、東欧へは、NATO 即応部隊、NRF に、アメリカ軍を増派する準備を進め、台湾防衛のためには、3個空母打撃群を展開している。さらには、ウクライナの大使館員の家族や、在留アメリカ人への退避の指示を始めているのであるが、それに比べて日本はどうかといえば、ウクライナへの渡航中止勧告を出しただけで、在ウクライナ邦人への退避などには言及しておらず、このままでは、アフガンの二の舞を踏むと、危惧する声が上がっている。また、台湾有事への備えとして、自衛隊部隊の展開や基地を建設しようにも、反対の声に、政府が及び腰の状況である。国連があるので、ウクライナや台湾が侵攻されることはないと、こうをくくる評論家や、外交努力で解決すべきとの主張を繰り返す左翼系の議員や活動家は、これまでのロシアや中国の反応を見てきて、
この機に及んでも話し合えばわかると、本気で信じているとしたら、おめでたい話である。プーチン、習近平、そして金正恩、いずれも話してわかる相手ではないのは、彼らの言動から明らかであり、思いとどまらせるには、その野望を砕くだけの戦力を見せつけるしかないであろう。